スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、先へのメンタルタフネスへの道。皆さんこんにちは、カウンセラーの先へです。私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったり、へこんでも上手に立ち上がるコツ、そんなお話を毎回させていただく番組になっております。なので、メンタルのあたりのところをね、中心にお話しさせていただいてます。で、今日はですね、お一人お一人のそういうメンタル力のお話ではなくって、中小企業の方も、社長さんですとかね、それから人事労務の方、そういった方々が聞いていただいていることを前提に、中小企業としてやっていただきたい労働災害防止計画、そのことについてを少しご紹介したいと思います。先へのメンタルタフネスへの道。きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す宝工機は、そんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。先へのメンタルタフネスへの道。皆さんどうですかね。皆さんの会社では労働災害っていうのの何か教育を受けたりですとか、あるいはですね、そういった取り組みを、毎年決めてやってらっしゃったりするでしょうか。どうですかね。実際には、まあ、大手さんはね、結構そういった、ものを、何ですかね、研修をしたりですとか、あるいは現場でも、そういったことをですね、日々リスクアセスメントですとか、KY 活動、聞いたことありますかね、建設業とかは、結構そういったのをやってらっしゃったりして、まあ、労働災害、要は働いている時の、怪我だったり、ね、働いているのが原因で病気になったり、まあ、そういったのを、防ぐための取り組みっていうのをやっていただいていると思うんですね。もちろんね、そんなことを、あまり普段意識せずに皆さんやってらっしゃると思うんですけれども、実際は、厚生労働省の方がですね、5年に1回なんですけれども、そういったのを予防する労働災害防止計画、これね、決めてるんですよ。ご存知でしたか？で、大手企業は、この厚生労働省の方が作っている労働災害防止計画、これをもとに、じゃあ、その中で落とし込んでいってですね、自分の会社ではそれに即してどんなことをやっていこうっていうのを、まあそういうですね、委員会を立ち上げて、担当者ですとか、あるいは人事労務の方、それから現場サイドの代表者の方、まあ、そういった方々で、じゃあ今年はこういったことをやっていきましょう。例えばですね、そうですね、建設業であれば、高いところからの転落を防止するために、まあ、どういったことをやっていくかみたいのを、まあ、今年の重点項目に据えて、1年間取り組みましょうですとか、あとそうですね、工場であれば、
機械のね、挟まれ防止、まあそういったことを今年は重点的にやっていきましょうですとか、やっぱりお仕事上でね、怪我をされると、もちろん怪我された方もすごく大変なんですけれども、周りの方も大変になりますよね。で、その怪我が大きければ大きいほど、例えば入院してしまったりですとか、休職してしまったりですとか、そういうふうになってくると、本当にご本人も辛いですし、周りの方が今度はその方に代わって、フォローしてお仕事をこうやっていかなきゃいけないというふうになると、人材不足の世の中ですから、一人の方が欠けるだけでも結構皆さんご苦労されちゃいますよね。なので、それを防止するために、どんなことをやったらいいんだ。これをですね、毎年、取り組みをお願いしますって言ってるのが厚生労働省というふうになってるんですね。で、5年ごとに実はですね、この労働災害防止計画っていうのを厚生労働省が具体的に今回はまあこんなことやっていきましょうみたいのを作ってるんですね。なので、2023年、今年のね、令和5年から5カ年計画で2027年まで第14次労働災害防止計画っていうのが実際はスタートしています。で、その中身について今日は少しご紹介をさせていただきたいと思っています。この第14次労働災害防止計画というものなんですけれども、皆さん聞いたことありますでしょうか？これはですね、中小企業者も含めなんですね、事業場の規模、それから雇用形態、年齢等に関わらず、どのような働き方でおいても、労働者の方の安全と健康が確保されていることを前提として、そして、多様な形態で働く一人一人が、潜在力を十分に発揮できる社会を実現する、まあ、そういった目標を掲げてですね、厚生労働省が、5年に1回、この計画を立てているということになってます。で、じゃあ実際にその労災と言われているね、ものどれぐらい、事故ですとか死傷事故ですね、そういったのが起こっているのか、これ皆さんご存知ですかね。厚生労働省の方が発表している、令和3年度のね、死傷者数の数というところなんですけれども、これは18人ですかね。はい。そんなようなデータが出ています。で、結構ね、これ、どうですかね。人によってすごい大きいなと思う方もいれば、あ、それぐらいなのかなっていうふうに感じる方も、まあ、いらっしゃると思うんですけれども、今申し上げた数字はですね、休業4日以上の死傷者数の数なんですね。なので、実際にはおそらくですけど、まあね、4日も休業せずに、1日だけ休んでというふうになりますと、もっともっとね、人数的には多くなってくるのかな、なんていうふうなのが予想されますよね。で、特にその60歳以上の方の、怪我ですとか事故ですとか、まあそういったのがものすごく増えてるっていうのも、これも現状なんですね。どうしても高齢になってきますと、そうですよね、体の身体機能、若い方ほど、若い時ほど、そういうね、体が言うことを聞かないというふうになってくるので、脳はね、自分としてはまだ若い気持ちで、こう、手足を動かしているように感じてはいるものの、実際にはですね、やっぱり、以前ほど足が上がらなかったり、手が上がらなかったりするので、転びやすくなったり、ね、そうやって職場で転倒することによって、事故が起こるみたいなことがあったりもします。なので、このね、第14次労働災害防止計画、まあ、そういったところも盛り込みながら、厚生労働省の方が作っているということになっています。先へのメンタルタフネスへの道。
地域コミュニティを大切にする金融機関、第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。先へのメンタルタフネスへの道で、じゃあ実際にですね、この取り組みの中身、どんなことが含まれているのかというので、少しご紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけれども、労働者、括弧中高年齢の女性を中心にの作業行動に起因する労働災害防止対策の推進、というもの。これ一つあります。さっき言いました通り、年齢が高い方ほど、転倒したり転落したり、まあそういったね、事故が毎年のように報告されているので、やはりそういった方々が、怪我なく安全に暮らすための取り組み、まあそういったものをやっていきましょうというふうになってます。で、特になんですけれども、皆さんどうですかね、どういう職場で働いてますか？業種としてはですね、卸売業、それから小売業、医療福祉の事業場における正社員以外の安全衛生、まあこういったのも、実施率を 80% 以上にしましょうですとか、あるいはさっき言った、転倒災害防止、これはハード面、ソフト面、両方からですけど、そういった取り組みの事業場の割合を2022年度までに 50% 以上にしましょう。まあ、こんなふうにですね、結構具体的な数字で、この労働災害防止計画みたいのはなされてるんですね。で、そのために、高齢者、労働者の、労働災害防止の推進としてですね、例えばですけれども、そういった教育をしましょうですとか、最近は、外国人労働者の方も増えてますので、そういう方々においても、母国語に翻訳された教材ですとかね、そういったものを使って、外国人労働者の方に分かりやすい、そういうですね、災害防止の教育、まあそういったものをやりましょう。これもね、2022年度までに 50% 以上の事業場さんがやるようにしましょう、というふうになってます。皆さんの会社ではどうですか？外国人労働者の方いらっしゃいますか？あるいは年齢がね、結構高い方、多く働いていらっしゃるでしょうか？やはりそういった方々が多いというふうになると、それなりにリスクが、会社としても高くなりますよね。なので、できるだけその転落防止、転倒防止の取り組みっていうのを、推奨しましょうというふうになってます。実際にね、皆さんどうですかね？どんなふうにやってらっしゃるでしょうか？例えば、その、脚立をね、使うとしても、安全に使うような、そういう教育をしたりですとか、天板にね、脚立の天板意外とね、家では、ご家庭では、乗ってついつい高いところで、こう何かやるみたいなことあるんですけど、実際には天板に乗ったら不安定になるので、これは、推奨されてないですよね。なので、そういった脚立の使い方みたいなね、まあそういったのをやったりですとか、ぜひぜひですね、そういうちょっとしたことの工夫が実際にはすごく大事だったりしますので、そういうですね、具体的な、アドバイスといいますか、具体的な使い方の教育研修みたいなところをやるのもいいのかな、なんていうふうに、まあ、私は個人的に思ってたりもします。それからですね、そういった中には、こんなのもあります。労働者の健康保持推進のための取り組み、その一つとしてのメンタルヘルス対策というのが含まれているというものなんですね。なんで私がなので、この労働災害のね、防止、
労災防止計画を伝えているのかといえばここなんですね。実際に労働災害っていうと、やっぱりパッと思いつくのはさっき言ったようにね、脚立から落っこっちゃって怪我をしましたですとか、建設現場ですと高いところからね、転落してしまってちょっと、足の骨折りましたですとか、やっぱり怪我のところで皆さん、パッと労働災害って思い浮かべる方多いと思うんですけど、実際には労災認定されるのって怪我だけじゃないんですよ。知ってましたか？例えばですけど、これもね、昨年度からハラスメントが法律化されてますよね。で、上司の方のひどいハラスメントに遭っていて、それによってうつ病を発症してしまいました。これもですね、お仕事上でのことなので、労災認定されることあるんですね。で、労災認定される、こういったことがあると、労災認定になりますっていう、表みたいのがあるんですけど、細かくね、どういったこと、どういったことっていうのが書いてある中に、この、パワハラですとか、セクハラですとか、ハラスメント関連、書いてあるんですね。なので、実際はこのメンタルヘルス対策っていうのも、労災対策の一つだったりもするんですね。これ結構知らない方多いんですけど、なので、このね、労働災害防止計画の中にも、メンタルヘルス対策やってくださいねっていうのが、実際には盛り込まれているというふうになってます。で、じゃあ、この第14次労働災害防止計画の中のメンタルヘルス対策として、どのようなことが書かれているのかということなんですけど、これはですね、ストレスチェック。知ってますかね？ 50 人以上の、事業場さんは必ずストレスチェックっていうものをやらなければならない。これも法律で決まってるんですね。なので、このストレスチェックをやりました。これだけではなくって、この労働災害防止計画の中ではですね、このストレスチェックをやって、それをもとに集団分析結果。要は、これもちろんね、非常にセンシティブな情報ですから、誰がすごくね、高ストレスかとか、その辺はもちろん会社では見れないような、そういうようなになってるんですけれども、でも、この集団分析、そういったのはぜひ出してくださいっていうふうになってるんですね。なので、例えば、そうですね、A 職場、B 職場、2つのね、部署がありました。そういう会社さんがあったとして、A 職場は結構数字的にね、メンタルヘルスのこのストレスチェックの数字的には悪くないんだけれども、B の職場は意外と高ストレス者が多いっていうような、そういう結果が見れたりですとか、それだけじゃなくって、じゃあ、どこに要因がありそうなのかな。例えば B 職場の方がものすごく仕事量が多いのかなですとか、あるいは、皆さんが思ってる以上に結構ハードルが高いようなね、そういう精神的に結構大変なことをやられてる職場さんなのかな、ですとか。あるいは、そうですね。すごく、IT 業界とかね、スペシャリストの方が多い職場さんなんかは当てはまると思うんですけど、個々人の仕事が結構こう、周りがね、サポートしにくいような、一人一人の能力によって、左右されるような、そういう職場だとすると、その人が困ってても、周りの人がね、そこまでの技能、技術を持ち合わせてないと、なかなかサポートするにも難しいじゃないですか。だから、そういう職場さんだとやっぱり、非常にね、神経使いますし、その人にいろんな負荷がかかってくるので、そういったところがあるのかないのか、あるいは上司の方が、しっかりと支援してるのかしてないのか、こういったのを、職場ごとに見れるっていうのが、この集団分析結果っていうものなんですけど、なのでストレスチェック、一人一人にね、ストレスの度合いを、一人一人の結果を受け取ることできるんですけど、それだけじゃなくって、この集団分析結果というのをちゃんと出して、職場の改善に努めること、
そしてこのメンタルヘルス不調の予防を強化すること、それがこの第14次労働災害防止計画の中に盛り込まれているっていうことなんですね。どうですかね、皆さんの職場ではストレスチェックやりっぱなしで何もしてないっていう方、職場さん結構多くないですか？でも実際はやっぱりせっかくねこれやってらっしゃるのであるならば、この集団分析結果っていうのをちゃんと出してもらってですね、これ自社でやってるにしろ、どっかの業者さんにねお願いしてるにしろ、必ずこれがね出るようにはなってるんですね。なのでそれもらってないですという会社さんはぜひそれをもらっていただいて、で、どっちの職場、どこの職場でどんなストレスがあるのかな、それをちゃんとね、見ながら、予防する、不調者が出ないように予防する。例えばさっき言った、すごくお仕事の量が多いね、量が多い B 職場さんで A 職場さんはそれほどでもないであるならば、ここのバランスはどうなんだと、ひょっとしたらじゃあ、量の多い B の職場さんの方が、人の人数が少ないのかもしれない、だったら A 職場さんから、ちょっとね移動で B 職場さんに一人、人員を移動させましょうみたいに、まあ、そのような工夫もできると思うんですよね。あるいはねそのサポート、さっき言ったように、すごくスペシャリなね技能技術が持ち合わせるのが必須で、でそれがなかなかね周りの人がサポートできないのであるならば、できるだけ周りの人がその全員の全体のレベル、知識技能のレベルを持ち上げるような何かそういう教育研修をしたりですとか、あるいはその計画的にね、ジョブローテーションっていうんですけど、いろんな仕事に関わって一人の人しかできないっていう、そういう仕事をできるだけなくすような会社としての取り組みをちょっと考えるですとか、何かしらねやっぱりできうるものっていうのがあるはずなんですね。なのでそういったのをぜひですね、このストレスチェックの集団分析をもとに何かしらやっていただくことで、働いていらっしゃる方が、健やかにね、健康に、メンタル的に健康にですよ、まあ、そういったことができるようにしてくださいねっていうところになってます。いかがですかね、ぜひちょっとねご自分の職場で、実際どうなんだろうなというのを振り返っていただいて、この第14次労働災害防止計画、これネットで検索すればねすぐ出てきます。もちろんこのメンタルヘルスだけじゃなくって、先ほど言ったようなね高齢者を中心としたですとか、あるいは外国人労働者に向けてどんなことやっていくのですとか、あるいは自発的にね、この安全衛生対策に取り組むためにはどうしたらいいのみたいな、あとは業種別に例えばその化学物質取り扱っている会社さんですとか、あるいは石綿とかね、そういった粉塵の健康被害を防ぐためにですとか、あるいはこれは多くの会社さんがおそらく対象になると思うんですけど、熱中症ですね。これ聞いてる時期も非常に暑い時期多いかなと思うんですけど、この熱中症対策、これはもういろんな職場さんでね、やられると思うんですけど、まあこういったことをいかに取り組むかですとか、こういった、働いていらっしゃる方が、心も体もね、安全安心でいるためにどういったことをやっていくんですよ。これが、第14次労働災害防止計画の中に盛り込まれてますので、ちょっとね、ネットで検索していただければ、具体的な内容はバーッと出てきますので、その中で、じゃあ、うちの会社はこういったことは、少なくともやっていこうよですとか、積極的にね、やっていくためにじゃあちょっと部署間超えて、誰か担当者ね一人ずつ据え置いて、できるだけ、定期的にね会議開いて、やってみようよですとか、ぜひぜひ、こういった取り組みというのを会社の中で推奨していただきたいなというふうに思います。先へのメンタル
メンタルタフネスへの道。可能性は迎えに行くものだ。パセリ。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道、いかがですかね。今日はね、お一人お一人のメンタル力をパワーアップするお話というよりは、会社全体でね、どういうふうに、メンタルダウンにならないような取り組みをしていくのかのヒントとして、第14次労働災害防止計画というところをお話をさせていただきました。で、実際にはですね、やっぱりお怪我をすると、皆さんもそうだと思うんですけど、病気になったり、怪我したり、することによって、メンタル的にもちょっと気持ちが塞ぐみたいなところ出てきますよね。だからやっぱり体と心って一体だと思うんですね。まあ、そういう意味でももちろん怪我しないように、取り組みをまず、していただくのも大事だと思います。で、やっぱりそれプラス毎日ね、健康で元気に、美味しくご飯が食べれて、しっかり寝れて、翌朝疲れが取れないみたいなね、そういう健康を、取れないっていう風になると不健康ですね。失礼しました。翌朝ね、ちゃんと目が覚めたら、また元気に会社に行ける、そういうですね、元気な状態を、日々日々作っていただくためにも、メンタルというところもすごく大事だというふうにね、意識していただいて、ぜひぜひ、こういったね、取り組みを会社全体でやっていただきたいと思います。はい、今日はですね、そんな風に第44次労働災害防止計画についてお話をさせていただきました。まだ取り組みをね、知らないという、企業の方、ぜひ、ネットでね、検索して、どんなことやっていったらいいのか、会社全体で考えていただきたいと思います。ではまた来月お会いしたいと思います。ありがとうございました。